皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーやっていきますよ。今回も私の最近のお気に入りもちさん、トラウマ界のメンバーの方なんですけどね、この方のコース遊んでいきたいと思います。花火大会へスピードラン、クリア率約 3%、 ベストクリアタイムはセイガーさんが55秒で取ってらっしゃいますね。セイガーさんが55秒っていうことは他の方だと65秒ぐらいかかるんじゃないかな。なんやねー、スピンジャンプね、オッケー、わかりました。わかったけど、タイミングがこれはきつ。なんだこのコース、クリア率本当に 3%。 とりあえず、大抵の人はこのパックンでやられるでしょ、1回2回は。その先のメットも、厳しいよ。ほーい、ほーい。通り抜けられた？よかった。ファイヤー取って、上にぶつける。お、なんで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 、そんなのあり？あり？3段ジャンプからのパウ投げ連続でやっていく。すごいなこのギミック。なんで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 、ここまででっかいマリアで来られなかったじゃん、畜生め。ほーいほーいほーいでしょ。あ、しまった、これは俺のミスだ。これはしょうがない。いくよ、スピンジャンプからのこのメット、最近これが多いのが許せんぞ。そしてファウを上にぶつける。で、あのパックンファイヤーで倒せっていうことか、わからんって。畜生め、連続パウ投げしてからの、今度はガリアガリをくぐっていって壁キックで戻るんだよ、戻るんだよ。一回こっちこっちこっち、本当にこっち、ここか。ピースイッチの扉に入ったら右ダッシュ、バネを使えなかったけど、オッケーオッケー、なんとなく分かったぞ。で、メットを切ったらバネを使って追っかけようか、今度は。おいおい、あー、ヒップドロップが出ない。どっちどっちどっち、こっち。3段ジャンプじゃなかった、照明。わ、床が落ちる、床が落ちる。こっちでいいのかな、お邪魔します。ここを走るだけ、わからなかった。え、走るだけじゃないっぽい。オッケー、オッケーじゃない。戻る、戻るよ、戻るよ。こっちでいいんだよね、さっきの、なんだっけ、鍵付きの扉のところまで。タイムアップ、ここ入ればゴールかな。いいんじゃない、あっそーん、あっそーん、進んでいくで。おい、ヒップドロップからのヒップキャンセルができなかったけど、3段ジャンプで進んでいこう。で、ここ逆走コンベア、降りるタイミングが意外と難しいんで気をつけてください。次次、バネ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 使わないと多分 0.5 秒ぐらいかかってくると思う。 OK、一応ここでドアをガシャガシャして入りたいんだよっていう抵抗を見せてやってからの、オッケー、ちょっと危なかったかな今な。まあ大丈夫でしょう。はいはい、ブラッパーちくわ、ブラッパー、オッケー、扉にお邪魔します。戻っていこう、戻っていこう、戻っていこう。どこだっけか、はーい、あー、危ない危ない危ない、引っかかっちゃった。残り5秒、間に合ってしたらー、オッケー、イエス。そういえばこのコースのタイトルが花火でしたっけ。ようやく花火を見たような気がする。あれコースのどっかだったかな、全然それどころじゃなかったわ。花火大会へスピードラン、なるほど、ゴールしたら花火大会にたどり着けるよって、そういうことだね。もちさんありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、お次もスピードラン遊んでいきましょう。ベイさん、骨折りスピードラン20秒、クリア率 1.91%、 ベストクリアタイム19秒127。まあベイさんのコースにしては 0.8 秒、ベストクリアタイムまで余裕があるので早い方になるのかな。これでもね、下手すると20秒001とかですからね、ベイさんのスピランコースのクリアタイムは。カロンを踏んで骨折りっていうことなんで、カロンさんをぐちゃぐちゃにたくさん踏んづけていくコースだと思うんだけど、これでいいのかな。あー、失敗した。
なんでジャンプできなかったんだろう。ここはスピンしちゃって大丈夫なのかな。それともスピンじゃダメかな。上に登っちゃうのかな。ここをギリギリでジャンプしないとガリガリに当たるので注意しましょう。プロウマ界ならではの大ガリエリアだね。あ、もっとダメか。あのハテナブロックで叩くとちょっとダメかもしれないから、半歩分奥でやろう。半歩分奥で、1、2、3、この辺 OK、 完璧で、お邪魔します。次なんだっけ。おーいおーい、あー、よかった。どうすればいいんだ。真ん中のカロンを踏んで奥に行ってヒップドロップかな。1、2、3、ガリアはできなかった。まあいいや、できなかったけどなんとかなるでしょう。タイム的にはそんなに変わらないと思うんで OK。 ははは、あはん、踏めない。1、2、3、ガリ、あーあ、しまった。クールクールクール、あ、遅い、ごめんなさいね。では次のエリアに進んでいく。でここはガチャガチャに踏み潰していってからのヒップドロップで、1、あー、そーんからの、からの連続からのヒップドロップ、はい、お邪魔します。 OK、 やっぱり鍵を持っていらっしゃった。次はまたカロン避けかな。カロン避けしてからのカビック、あれ、タイムアップ、あっそーん、ここです。はい、いいんじゃない、いいんじゃない。残り5秒、さっきよりは早いのかな。さっきのタイムは覚えてないんだけど、よいしょ。あー、あれ、鍵はドイツが持ってんの。おーし、くれくれくれ、いいでしょ、これはいったよね。ドク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 、入れた。あそこのね、入るのはかなり緊張するわ。ドロップも小さく小さくバネ使って、オッケー、戻っていくぞ。残り5秒、次はバネダッシュはやめておく。これで赤コインゲットしたんで、カロンでジャンプして扉にお邪魔してからのここです。おー、最後はちゃんとバネ決めてやったよ。マリオナンバーワン、チャミーのベストクリアタイム早すぎますよね。多分 0.7 秒ぐらい今の私より早いんじゃないかな。 0.6 秒か、すごいわ。骨折りスピードラン、ベイさん、ありがとうございました。今日のラストはこちらにしましょう。スマブラさんの新作コースっぽいですね。5-4、雲の上のゴールドラッシュ、Thank you for playing って書いてあります。コイン全部で何枚あるんだろう。できるだけいっぱい集めていきましょうかね。雲の上のゴールドラッシュっていうと、マリオ3のコースの、宝船エリア。あれを思い出しませんか？え、私だけ？あ、そう。よいしょ。あの、宝船出すためにね、いろいろ、キノピオの家とかを犠牲にしたりもしないといけなかったんで、どちらを選ぶか。まあ、怒りは特にいらないんで、怒りのコースだったら、うん、そっちを選ぶ。宝船を選ぶ。あー、え、あれ？そうだよね、そうだね。怒りを取るよりは宝船を選ぶ。そうだよね、うん。ちょっと今自分で何言ってるのかわからなくなって何回か調子で確認しました。武将大事。武将。よし、久しぶりにプロペラマリオで難しいギミックじゃないところを進んでいける。シャン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 音がするよ。クリスマスみたい。いいね、ノコノコ投げて、でも投げると下の音符でノコノコが荒ぶる、ね、名のある山の神とお見受けしたのに、なぜにそのように荒ぶるのか全く事の人たちもいる。よいしょ、上には行けないから。うわー、当たってしまった。あ、そういつの間に、あ、しかもプロペラ発見、これ欲しい。あ、行っちゃった。プロペラを追うものはプロペラを追えず。よいしょ、よく言ったもんだ。言わない、あ、そう。ここでゲットできるって知ってたんだよ、実は。だからね、うん、わざとさっきは見逃してやったのさ。嘘です、ごめんなさい。よっしゃー、なんか今日は変な声よく出すな。ちょっとテンションがおかしいかもしれない。あんまり寝てないんですよね。OK。 あれ、そういえば
このコース、スマブラさんのコースなのに赤コインがねえわ。いつも赤コインが難しいところに置いてあって、最後に1タップ取ってゴールっていうパターンだったんだけどね。珍しいこともあるものだ。 S のいくつっていうシリーズではなくなったのかな。 S の4、雲の上のゴールドラッシュスマブラさんのコース一番乗りです。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。